ムイーニオスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカダバイシャリミアに属し、およそ680メートルの高度にある。ガリシア統計局によると、2012年の人口は1779人で、12の教区に分けられる。住民故障は、規範としては認められていないが、男女同系のミューネンスが使われる。 カリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.93%。ムイーニョスは、オーレン世間の南西部に位置し、コマルカダバイシャリミアに属する。北は、ロベーラとバンデと、東は、ポルケイラとカルボスデランディンと、西は、ロビオスの各自治体と隣接。そして南は、ポルトガルと接している。自治体中心地区は、ムイーニョス教区のムゲメス地区。 面積は109キロ平方メートルで、リミア川とサラス川の渓谷に位置し、ポルトガルとの国境に接している。シュレス山地にはバイシャリミア自然公園が設けられており、同公園は国境を越えて、ポルトガルにも広がっている。ムイーニョスには、高速道路、リアスバイシャス線を新疎でリミアで降りて、自治体の最初の集落であるカス集落を通って、そのまま進めば到着する。 1997年により、自治体庁舎は、ムイーニョス教区のムゲ芸メス地区に置かれている。住民は12の教区の33の地区に居住する。全売車リミア地区での重要な産業は、牧畜業と農業であるが、それ以外に、ムイーニョスでは、トレッキングやカヌー競技で自然に親しんだり、アグリツーリズムが注目され始めている。宿は、宿泊所や農家に泊まることができる。 集落から500メートルほどのところに位置するエンコロデコンチャスと呼ばれるリミア川の川岸にはいくつかの温泉が湧き出している。水温はおよそ50度で30年前から地上に湧き出した。また、これらの淵ではカヌー競技、他様々なスポーツで自然を満喫することができる。現在の自治体主張はガリシア国民党のプラシドアルバレス・ドバーニョ自治体評議員は ガリシア国民党、9、ガリシア社会党、1、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。ムイーニョスは12の教区に分けられる。太とは、自治体の中心地区のある教区。ABCD、イゲ、ガリシア自治州政府。2013年3月19日閲覧。ネーラ、カルロス、エイブルーシャンのウソトゥーゴリーゴポールカンチェロウズ、プロザ・プブリカ、HTTP、 プロザ、ガル、リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズ、AB、ディースヤナージーグラフコエレストロドデガリツヤボリューム16、P243 から244、ジゲルプブラケーションス、2009、ISBN 978から84613582678、 パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でデエネロありがとうございます